はじめは下段の構えから相手の喉を突く技です。上段に相手が取ってきてもらって、こう間を詰めて打ち込んできますね、ダッと。でそれに対してこれがまっすぐ突っ込むんでしたら、これがここに、こう体がですね、手のひらがこう変わるように全体が一斉にわっと動くようにするんですね。こうアメーバが変化するように、ある形からある形に瞬間にバッと変わるような、ね、こうやっといて持ち上げてっていうようなことだと遅いですから、ここもここもそこら中体全体がある形からヒュッとこういうふうに変形していくような、要するにその井桁のモデルがパッと変わるような、そういうようなあの形でやります。でそのためあの動きが身体各部が一斉にザッと動くようにする。まあ武術の動きで大事なことっていうのは、力が抜けすぎてもいけないし、もちろん入ってちゃ硬いからダメですけど、抜けるっていうのは大事なんですが、いわゆるダラッとしてしまうっていうのは、動こうとした時にまたある状況まで持ってこなきゃならないから、ちょうどこのあのまあプラスマイナスゼロみたいな、そのゼロで抜けるっていうのはもっとマイナスの方にこうダラッといかないで、いつでも動ける状況っていうのがありますから、ある種あの力が入ってるっていうのとは違うんですけれども、そのダラッといわゆる脱力っていうのとは違うんですね。